IAEA の方からはアルプス処理水の海洋放出が国際安全基準に整合的であるということ、人および環境への放射線影響は無視できるほどであるということ、こういったことなども発表されています。我が国は今回の IAEA の包括報告書を踏まえて、引き続き科学的根拠に基づいて国の内外に対して高い透明性を持って丁寧に説明を行っていきたいと考えています。